三重県選挙区 NHK から国民を守る党、門田節代51歳高校を卒業してから OL となったり大学に行ったり市民活動などに参加して日々、研鑽してきましたでは、門田節代さんの政見放送です。 こんにちは。私たちは、門田シスターズです。NHK から国民を守る活動をしています。こう言いますと、元 NHK 職員であった、立花隆史、当主の立花隆史はカルトであるとか、立花隆史が唱える NHK をぶっ壊すという教えに騙されている狂った信者だと言われます。しかし違います。NHK はぶっ壊さなければなりません。なぜならば、受信料制度が不公平だからです。 スクランブル放送を導入して NHK を見たい人だけがお金を払って見るというようにすればいいんです。女性見分け、女系天皇は必要ありません。しかし世の中おかしな流れになりつつあります。家にテレビがなくても NHK なんか見たくなくてもパソコンやスマホを持ってるだけで日本国民全員が NHK の受信料を払わなければならなくなるような流れです。こんな罰当たりなことは許されません。だから NHK は ぶっ壊さなければならないんです。どうか皆さん、心の目で見てください。魂で感じてください。せやけどお姉ちゃん、うち朝ドラ好きやで。あんた頭に虫でも湧いてんのんちゃうかせやけどお姉ちゃん、うち大河ドラマ大好きやで。んあんた笑ってても顔ぶっさいくやな。せやけどお姉ちゃん、 うち、紅白歌合戦出たいねん。あんたみたいなもん枕営業したって出れるかいな。NHK さんだってな、相手選ぶ権利あるわ。まあまあ落ち着きなさい、騒がしい妹たちですね。NHK さんが見てるところで喧嘩なんかしたら飽きません。私たち三人とも受信料払ってないんだから。そんなこと言うけどな、NHK さんの職員の給料、平均1780万円以上もあるんやで。 しかもな、新社屋の建設費、東京オリンピックスタジアムより高いんやで。あ,あ、それ、うちも聞いたことあるわ。けどそれ、必要経費なん違うあんた一体誰に洗脳されたんや。NHK 見てたらそんなアホになってしまうか。怖いな。これ、そんな本当のこと言うたら飽きません。ヘイトスピーチで死刑になります。NHK は、 受信料でボロ儲け、職員はインサイダー取引、覚醒剤、性犯罪、悪いことばっかりしてんの。でもね、それは秘密なんですよ。なんせ NHK は日本で唯一の公共放送局なんですから。こんな立派な放送局でね、気象予報士の女性がセクハラ、パワハラ、いじめに応って、生放送中にメソメソしてしまったことは、絶対にトップシークレットなんですよ。 ああ、あれは冬の寒い夜こんな感じやったねこんばんは山形の気象情報ですでは今日の雲の動きを衛星画像で振り返ります低気圧はオホーツク海にえ でしょうちょっとちょっと、お姉ちゃん。おわれしてんのお姉ちゃんの方やで。せや、うちこれ見てたで。ニュース山形やったな。これは NHK が女性差別してる証拠やんか。そう。このように NHK は問題だらけの組織なんです。北朝鮮の拉致犯罪について言いません。チベット・イーグルで起きている人権弾圧、虐殺についてちっともちゃんと報道してくれません。 だから、今のうちに NHK をぶっ壊さなければならないんですよ。それが、日本人の命を守る一番の近道なんです。いいですね。ほな、テーマソング歌うか。さん、はい。うちらよ、きな N 国娘。NHK をぶっ壊す。スクランブルでぶっ壊す。スクランブルはゆっかいたな。 NHK 犯罪協会 NHK ハレンチ協会 NHK をうこわすじゃがじゃーん !Thank you! 皆さん、NHK から国民を守る党に気を気一票を よろしくお願いいたします NHK をぶっ壊す NHK をぶっ壊しましょうお願いいたします三重県選挙区 NHK から国民を守る党門田節代さんの放送でした